皆さんこんにちは。こちらはソニーの TAF501 です。発売は2007年、当時の値段は89,800円でした。このアンプには S マスタープロが搭載されています。これは当時のソニーが完成させたデジタルアンプの一つの理想形です。今回はこのアンプの実力を見ていきます。このモデルのスペックは次の通りです。パッとしないスペックです。歪み率も SN 比も随分低いですね。デジタル入力の SN 比 96dB という数字は CD のダイナミックレンジと同じです。たまたま一致したのでしょうか。適合インピーダンスの規定があるのはローパスフィルターの特性に影響するためです。これについては後で詳しく見ていきます。これと類似のモデルに次があります。すべて S マスタープロが搭載されていますが、高額な商品が多いですね。今回ご紹介するアンプは2007年に登場しています。 S マスタープロ最後の製品でした。ソニーの S マスターはフルデジタルアンプの仲間です。アナログアンプや普通のデジタルアンプと何が違うのか詳しく見ていきます。こちらはアナログ入力の時の処理の流れです。デジタル処理の部分を緑で示しています。デジタルアンプはそれまでのリニア増幅を矩形波に置き換えて効率を大きく改善しました。フルデジタルはプリアンプがデジタル処理ですから、高精度な音質調整を実現できます。最近の音楽ソースはほとんどがデジタルです。デジタル入力の場合は次のようになります。上の2つはアナログに変換しないといけません。この場合の音質は DAC の変換精度に依存します。真ん中の普通デジタルは一度アナログに戻してまたデジタルにしますから、変換ロスが最も多い流れになります。フルデジタルは出口まで一貫してデジタルですから、アナログ的な雑音が入る余地がありません。フルデジタルはデジタル入力の場合に最も高音質な増幅が期待できる方式です。理想に見えるフルデジタルにも欠点があります。それは NFB をかけづらいことです。 NFB というのはアナログの出力を入力に戻すことで特性を改善する仕組みです。これは先ほどの図です。フルデジタルは入り口から出口までデジタルなので、フィードバックを入れるところがありません。そのため当時のフルデジタルアンプは NFB なしが普通でした。NFB なしでアンプを成立させようと思ったら裸特性が良くないといけません。市場にフルデジタルが少ないのはこのような事情があるようです。このアンプでこれがどういう結果になっているのか、後で詳しくご覧いただきます。デジタルアンプの信号処理にはいろいろな課題があります。 S マスターはこの課題を改善するために開発されたソニー独自の工夫の集まりです。デジタル信号処理の代表的な課題にジッターとビット落ちがあります。ジッターというのは信号の時間的な揺らぎです。レコードプレイヤーのワウフラッターと違って小刻みに変化するので音が汚くなります。 S マスターには入力された信号を正しい時間間隔で並べ直す機能があります。これによってジッターを極力排除しているようです。ビット落ちはボリュームコントロールで発生します。 S マスターではボリュームを計算で絞るのではなくて矩形波の電圧を絞る形にしています。計算で絞るとビット落ちしますが、電圧を絞ればビット落ちしません。 S マスターには他にもいろいろな機能がありますが、
何か特別な音を作り出す仕組みではありません。基本的に入力した信号をそのまま出力することを追求した仕組みです。デジタル入力できる周波数が仕様に書いていないので、最初に確認します。192kHz まで出せるデジタルコンバータを使って再生します。電源を入れてもリレーの音がしません。買ってから15年経っていますが、劣化しやすい電気設定がないので、性能は買った時のままです。入力を検知すると信号のフォーマットが表示されます。このアンプは最大 96kHz 24bit で使えることが分かりました。48kHz24bit で人間の聴覚限界をカバーしますから、ここまで対応していれば十分です。測定結果を見ていきます。まずは音色を決定づける周波数特性です。定格 50W までまっすぐに見えますが、これは6オームの結果です。デジタルアンプは負荷のインピーダンスによって特性が変わります。このアンプの適合は6オーム以上でした。6オームの前後でどうなるのか確認したのが次のグラフです。4オームは問題なさそうですね。出力も 75W まで出ます。2オームはさすがにドロップしますが、この周波数で2オームになることはまずないでしょう。8オームは広域が上昇しています。スピーカーのインピーダンスは広域にかけて上昇するのが普通ですから、これがデジタルアンプ固有の音色になっている可能性があります。実際によく使う音量の歪みを見ていきます。一番上が今回のアンプですが、歪みもノイズも多いですね。大半のアナログアンプに劣ります。ダイナミックレンジと直線性を見ていきます。120dB が限界です。人間の聴覚限界が 120dB ですから十分です。ビット落ちすると信号がノイズに埋もれる手前で消えますが、このアンプは問題ありません。ダンピングファクターがこちらです。20ちょっとですね。このアンプは NFB がないので低めですが、10以上ありますから問題ないでしょう。ダンピングファクターが低いと音にイコライジングがかかります。こちらがスピーカーをつないだ時の参考です。プラスマイナス 1dB 以内の変化ですから、ほとんどわからないと思います。ギャングエラーはどうでしょう？完璧です。ゼロと言っていいでしょう。電子ボリュームを使ってもゼロにはなりません。このアンプのボリュームコントロールは正確で信頼できます。アナログアンプは電源を入れるたびに電圧が違いますが、このアンプはボリュームで設定した通りの電圧が出てきます。これは左右の位相差です。完全にまっすぐですね。ゲインと位相差ゼロのアンプが再生するステレオイメージは極めて正確です。隅々までピントがかっちり合った写真を見るような音像が期待できます。サンプリング周波数を変えると音が悪くなることはあります。この影響を見ていきます。96kHz で裾野がざわつきますね。ごくわずかにジッターが出るようです。
48キロでもボリュームを下げていくとざわつきが出ます。アナログ入力でも同じです。矩形波を作る部分に課題があるようですが、耳に聞こえないレベルなので問題ありません。フルデジタルアンプは一種の DAC なので、インパルス応答を確認します。左右対称の綺麗な応答です。これは全く問題ありません。このアンプの音を聞いてみましょう。今からお聞きいただくのは次の音です。1番の原音は音楽ソースそのものです。2番は同じ音楽ソースをアンプに入れてスピーカー端子で録音したものです。デジタルアンプにはデジタルの音があるのでしょうか？いつものように答えを伏せておきますので、じっくりお聞きください。いかがでしたでしょう。アンプの音が分かった方はどんな音だったかお聞かせください。 S マスターは何か特別な音を期待させたり、消費者に分かりやすい差別化を目的としたものではないようです。これはあくまで入力した信号をそのまま出力することを追求した仕組みです。16ビットのデータならビットパーフェクトで出口まで持っていけるでしょう。CD のソースに対して十分すぎる性能です。アンプの価値を決める要素にボリュームコントロールの正確さがあります。このアンプのボリュームコントロールはこれ以上ないくらい正確でした。左右のゲインと位相差がゼロですから、正確なステレオイメージを再現できます。これと同じ性能をアナログアンプに求めるとかなり高額なものになってしまうでしょう。S マスターには NFB がありませんから、性能に限界があります。これについては2015年にクアルコムという会社が DDFA という技術を発表しています。DDFA はデノンのフルデジタルアンプに搭載されました。機会があれば検証してみたいと思います。ご視聴ありがとうございました。